クロービラーメンでホタテプロジェクトやってますよね日本の漁業を応援しようプロジェクト日本のホタテを舐めるなよというプロジェクトをやっておってます張り紙もポスターも出してるんですけどもイメージとしてはねおじきにね出ていただきたいなというイメージがありましてね IKEA さんご存命でしたらねお願いするところですけども須田慎一郎さんにですねこの前お会いした時にちょっと念のために聞いてみたいんですよ CM とか出ますかってそうしたらですねえっっていうので実はうちのねイメージ キャラクタターーででポスターに出ててくれないかって話をですねしましたらばなんと須田慎一郎さんに快、えー、諾をいただきましてですねこれからポスターの制作をすることになりましたまあイメージとしてはね日本のホタテをなめんなよっていう風に須田さんが怒って っってるってるうねそんなイメージのね、えー、ポスターになったらいいかなと思ってホタテのぬいぐるみも来ますよって言われたんですけども、うん、そっちですかね <laughs> 方向性は多分違うとは思うんですけどもね。うん というわけでちょっとそういうポスターの制作をねまた進展がありましたらばご報告させていただこうと思いますそしてつい先ほどもねツイッターで私つぶやいたんですけどもついにえ「日本のホタテをなめるなよ」のポスター今仮のものを貼ってるんですけども本ちゃんのポスターは須田慎一郎さんがポスターに出てくださるということになりましてホタテ版じゃなくてスーツなんですけどもねホタテのビキニでもないですからね違いますよ <laughs> 普通のね背広ですけどもなかなかいい感じの コースターがででできそうですのでね欲しいっていうね人もいますのでこれプレゼント企画とやった方がいいんですかね A1 <laughs> ですから結構でかいですよこのサイズですよこれもらっても困るでしょ。あマヨ系にはななるかもしれないね 玄関に貼っといたらですね泥棒も入んないですよ多分 <laughs> この家やばいってねねななりますから、ね、なのでちょっとうちの店に貼り出そうということで撮影が終わって今ポスター作成をしておるところですのでね欲しいですかそうですか宅配の人も来なくなる人が寄りつかないいやいい感じなんですよ 須田さんんんんっっってて結構サーーービス精神旺盛の方だかからここここちがなななポーズこんなポーズズ表情とか言うとう全部やってくれるわけですよでもまあ最終的にはあんまりポーズとか顔をこうねどなったりみたいなそういうふうなのじゃなく普通に静かにしてる方が実は一番怖いのかなっていう気がしましてね今ちょっと写真の選定をしてるところなんですけどもねうちのスタッフがね「須田さんい,やいい感じでこれ結構怖いですね」って言ったらこういう顔なんです ですって言われましたけど怖い顔してるつもりはない生まれつきこういう顔なんですっていうね <laughs> っていうことをおっしゃってましたけどね日本のホタテを舐めるなよプロジェクトちょっとこうご期待ということでねお待ちくださいませ通販あ,あのね、うん、ホタテラーメンは通販にはちょっとできないですね貝なのでねやっぱほら冷凍ならいいんですようち製造なのでやっぱあのホタテ貝はちょっと ですね、まあ、店にに食べに来てください。昼間に食べたいっていう方いらっしゃるんですけど一応今のところ夕方5時以降の提供になってますのでちょっとね手間がかかるので昼間の一番混んでるとこはねちょっと今一旦外してるんですが一応今のところ夕方5時から虎ノ門店と六本木店と両方ね夕方5時からということでやっておりますので是非お願いいたします。 武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。